はい、どうも、ザックです。今日はですね、視聴者の方から機材を紹介してもらいたいということで、本当に簡単で申し訳ないんですけども、ちょっとありのままを、お見せできたらなと思います。それでは早速ですけども、まずギターからですね、つなぎ順をまずやっていきましょうか。ギターは、まあ、いつも通り、ね。こんな感じなんですけど、はい、ギターから、ケンパーいきますね。ケンパー。それでケンパーから、次はオーディオインターフェースですね。こっちにあります。はい。これはね、モツの M2 ですね。はい。前は LR につないでステレオ録音したんですけども、今はモノラル録音ですね。はい、もう片方はコンデンサーマイクにつながってます。まあ、このオーディオインターフェースからもう直接 PC で、DAW で録音してるって感じですね。ライン録音です。はい。DAW はスタジオワンですね。はい。使いやすくていいです。使ってます、これ。で、まあ、コンデンサーマイクはまあ、オーディオテクニカさんの AT2020 ですね。これまあ安くて割と質がいいというか、よく取れますね。はい。まあ、ミディキーボードもまあコーグさんの、コルグさんか。コルグさんのこの、本当にミニのサイズ。本当にシンプルですよ、もう。これでいつもやってます。はい。まあ、ギターもね、こうやって飾ってありますけども。はい。まあ、こんな感じですね、本当に。それで、まあ、足元なんですけども、まあ、ローランドさんのフットコントローラー、テンパの音切り替えですね。これもまあ、ヤフオクでちょっと安かったから対応してるってことで買ったんですけども、もうちょっとコンパクトにしたいなとも考えてます。それでまあ、次はこのお隣さんのクライベイビーですね。ジェンクライベイビー。ファセルの色はね、俺は白ですね。はい。これずっと使ってます。こう、踏むとギャンギャン言うのもまあ気に入ってますし、半割れにした時にやっぱり気持ちがいいですね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。それでですね、うちが使ってるケンパーは、パワーアンプ非搭載なんですよ。なので、たまに大きい音で鳴らしたいじゃないですか。そういう時に、この、ケンパーのね、キャビをね、使ってますね。はい。このキャビはね、パワーアンプ付きなんですよ。ね。ここで、こう調節してやるんですよ。それでね、これのいいとこがね、こんな感じでね、キャビの種類をこう切り替えられるんですよ。いろんな種類があってね。だから、同じリング使っても、このキャビ部分でキャラクターを変えられるっていうね。まあ、俺が気に入っているのは、セレッションヴィンテージ30か、まあ、このグリーンバックってやつですね。はい。これをよく使ってますね。この辺を。はい。そんな感じですね。はい。で、まあ、いろいろこうやってコンパクトありますけども。はい。普段使ってるのはこのネスト2ですね。これやっぱり気に入ってます。はい。これをどうやって使ってるかというと、まあ、ケンパー持ってるから、まあ、ついでって言ったらなんですけども、ケンパーの、センドに挿して、ね、そっから、IR 使って、やってますね。はい。これは何も、ケンパーがなくてもいいわけで、他の、
IR ローダーとかあれば、そこからオーディオインターフェースにつないで音出せますし、いいですね。はい。この Nest 2ね、また再販されればいいですね。はい。めちゃくちゃこれ単体ですごくいい音出せますので。その隣が、まあ、王道のコンプレッサーって言ったらなんですけども、ダイナコンプ MXR の。これね、ケンパで、もうケンパの中でもコンプレッサーあるんですけども、カッティングの時とかもうちょっとこう、パコパコさせたい時にね、これを使ってますね。はい。あと、その隣、スーパーコーラス。これも昔から持ってたんですけども、たまにコーラスの音色も変えたいって言った時に、ケンパーのセンドリターンにつないでね、はい、出してます。はい。その隣、スーパーオーバードライブ。これはまあ、歪みのブースターとしてまあ使ってたんですけども、最近はまあ使うあれもないので、あれなんですけども。はい。で、その隣、ゴートジェネレーター。はい。これはまあ単体で使うというよりも、このお隣さんのスーパーオーバードライブと合わせて使うとまたいいかもしれないですね。うん。最近はあまり使ってないですけど、たまに繋いで使いたくなりますね。はい。まあこんなとこですかね。いや、本当に簡単で申し訳ないです。はい。あ、最後これ。これ。コルト45っていうやつなんですけども、これまあ、メーカーさんはかけっぱで使ってほしいとかって、まあ言ってるようなんですけども、まあ僕はその、クリーンがあまりオケになじまなかったりした時に、エキサイターみたいな感じでね、ちょっとなじませるように使ったりしてますね。うん、まあこれは補助的な感じですね。はい。まあそんな感じでした。本当にシンプルで申し訳ないですけども、この辺で失礼します。サックの機材紹介でした。